からちょっと離れたんですけど、あそこがフラワーロードっていうところだから、こっち行ったら多分沿線にまた行けるのかな。こっち今僕が走ってるとこ山側になるんですけど、海側の方がね、こうなんか神社お寺かなんかあって、そっちの方が見応えあるのかな。線路キワキワまではちょっと行けないかな。まあここ農道なんですよね。まあマイカーで行くとちょっと邪魔になるからね、バイクだと。まあ離合できるだけまだいいのかな。ちょっとそっちの踏切一回渡ってみましょうか。走行する特急ソニック44号博多行きもそろそろね、宇佐駅ぐらいだったからな。はい、双葉山神社。ああ、そうなんだ。あ、ちょっと鳴りましたよ。ちょっとソニックとはね、ちょっと競争はできないですね、さすがに。法定速度を上回っちゃいますからね。上り線を、あ、これは宇佐行きの普通列車。さっきも言ったのにな。おお。宇佐行きの普通列車撮影できました。はい。で、こう敷田踏切。まだ行けるのかな。ちょっと特急ソニック44号は抑えたいからな。この先沿線をずっと走れるんだろうか。走れたらいいんだけど、お、何、遮断機のないタイプの踏切ですね。おお、バイクも行けない。こうやって道にそれたうちに特急ソニックがもう進んでるんじゃないか。急がば回れっていうやつですね。この次がもう中津市の駅になるんですよね。次が行けた中津市の今津駅っていう駅なんですけど、オフロードじゃないけどどんどん行くぞ。列車トレードルではね、もういつ来てもおかしくないぐらいの距離だと思うんですけど、沿線まで行けるんかな。あ、そこ踏切がありますね。あ、ソニックが行ってる。あ、白ソニックだ。見えない。残念だ。あ、向こうに行ったね。あ、こんなオチか。では待つべきでしたよね。はい。こんな感じで、日本温泉沿線をツーリングしております。GPS チェックインという JR 九州のアプリの時は、車でなので駅一つ一つを回ったんですよね。もちろん鉄道利用もしましたけど、北九州を出て1日で日帰りできるところは、鉄道でも車でもどっちでも取りましたね。中津市ぐらいですね。天津駅と今津駅の間は近いんで、確かその辺がもう今津駅じゃなかったかな。
今津駅ですね。ちょっと急ソニック44号がしくりましたけど、今日なんか特急ソニック80号というのも出ますね。なんか大分を16時45分に発車する列車があるみたいです。ここから今津駅に行けます。で、今津駅の上を道路が上がっていきますね。線路が見えますが、少し離れています。ちょっと効果は難しいな。まあこんな感じで、撮りました。JXZ でした。はい、ボーナストラック。日豊本線の東中津今津駅間の沿線、真横を通る道でツーリング。まあ中津入ったら高速乗って帰ろうかな。雨はこれで回避することができた。もうここも竹が生えてる。あ、木も生い茂ってるね。なかなか見にくいね。あそこは通称大発道路っていうとこかな。上に通ってるのが結構新しくできたんですけど、まあ、さっきのとこ低かったね。バイクだったらどうなんだろう。これここアクションカムのテストを持って撮影したとこだな。一番最初にちょっとね、さっきのね低い高架のとこちょっと行ってみたいな。1976年できた。おお、ヘルメット打ちそうだよね。おお、こんな感じか。おお、カラスが線の上に乗ってますね。これならあれですよ、ソニックを対面に撮影できすることができる。カラスが線路を歩いてるぞ。こっちもね、まあ、草がちょっと生い茂ってますね。農道なんだ。いや、まあ、農道も走っちゃうぞ。私有地なら悪いでしょうけど、これは多分そうじゃないとは思うんですけど、ゼファーでね、どこでも走りますからね、僕は。こんなことするからパンクするんでしょうけど、こういうの次買うバイクはもうあれだな、オフロード車だな。ロードバイクでどこでも行くヒロイキ Z です。結構ね、この辺撮影はねできますね。幹線道路というか、ちょっとそこそこ大きい道に出まして、
初めて、お、これでも行けないな、あの先はあのあれがあるからな。はい、さっき通ってきた道です。ここ曲がりましょう。ちょっとこんなクランクになってるんですよ。間近に見れますね。で、この、大発道路の下をくぐって、ちょっとあまり見えないな、ここは。そしたらまたこう踏切があります。ここも結構カントがついてるね。ここもなんかなかなかいい撮影スポットじゃないですか。はい、こんな感じでやりました。はい、ヒロユキ Z でした。はい、ヒロユキ Z です、今日朝から何も食べてないからね、腹減ったな。日本温泉のね、沿線ドライブということで、先ほどね、今津駅を後にしまして、そこからね、ちょっと東中津駅までの道なんですけど、あんまりこう沿線を走れるような道がなくて、どちらかというとこう鉄道をこう迂回するようにこう上に道がこうできてますね。なので真横の道っていうのはあんまりないな。田んぼ畑ばっかり、まあどっかあるんでしょうけど見つけきられないだけなのか。ここなんてね、こう下に下る道がないんで、もう行きようがないですけど、もう間もなくそこ、そっちがね、東中津駅の方なんですけど、行けるんでしょうか。沿線ツーリングということで、お、あ、そこ東中津駅だよ。その踏切を渡って駅舎側に行って、桃山踏切、まあ、自動車1台分ですね。ここはい、すぐ右に曲がります。ホームの真横だ。フェンス1枚で、ここが東中津駅。はい、東中津駅。おお、ホームも古いね、駅舎がね。なんか足一度撮影しに来ましたけど、はい、ここから中津駅まで道が伸びてるかな。
かね、こっち。沿線に道があるんでしょうか。まあでも通ったことないからな、わかんないな。おう、下くぐりなさいとばかりに道が出てますが、くぐってしまうとまた離れていきそうです。あら、これ人んちだった。はい、ちゃんと方法確認して出ます。町の方がね、沿線に道がありそうなんですけど、意外に風道だから行ってみたいんだけど、ないですね。やっぱ沿線に道がないですね。ちょっと一度大通りに出るような形ですか。この辺が踏切なんだ。沿線にあんまりそんな道がないですね。民家に行く道だったりするし、はい、大場山踏切。線路の横の道を走るツーリングをしましたけど、なかなか全てはうまくいきませんので、これ楽しんでみてはどうでしょうか。もちろん狭い道なんで、交通ルールと安全運転